はい、お日になる本日はですね、えー、令和3年の5月の24日、月曜日でございます。岸田文雄の、えー、と明記した看板が畑の中にあったっていうことについて、まあ、違法看板について前々から動画を何本か上げているんですが、まあ、それで。 使用者責任ということについてね、今回考えてみたいと思うんですよ。例えば民法なんかで、使用者責任、事業のために他人を使用することっていうことで、この事業のために他人を使用することっていうのは、非営利目的でも構わないっていうふうになってるんですよね。 でえー、ただし、使用者責任が生じるためには使用者と被用者との間に実質的に指揮監督関係があることが必要だということなんですよね。じゃあ、これ、政治活動だからといってこれ除外規定があるのかといったら私は除外されるんではないんじゃないかなというふうに思っているんですよ。例えばね、えー、とまあ政治団体じゃなくても。まあ えっと昔は暴力団なんかも使用者責任というのは言わなかったと思うんですよね。ただ、今はもう、えー、っと末端の組員が何かしても使用者責任だと言って、まあ、全て有罪になるか無罪になるかは別としてですよ必ず警察なんかは通ってくるわけじゃないですか組の関与はということでねそうすると例えば岸田文雄という看板が違法看板だとして畑に掲示されていた場合には これが岸田文雄の名前で申請されて広島県の選挙管理委員会にですね岸田文雄の名前で受け取りをされていると書面上はですよされているとしたら実質的には秘書が代筆したり岸田文雄の判子を使って取るんでしょうけれどもでも形式上は本人が申請して本人が受け取った、えー、まあこれには2種類あって政治団体の講演会とかっていうものがありますけど団体の場合には えと団体の代表者、または団体であっても本人が団体の代表者だっていう場合もありますよね、市外議,議員でも、県会議員でも。でもそういう時には実質的に申請しているのは岸田文雄であるならば、やはり使用、えー、もしこれをね、代理のものに任せていた、まあ、普通は本人が管理しているということはありえませんよね、国会議員で。ですけれども、実質上の、形式上の、えー 管理者っていうのはやはり自分の看板は自分で管理してるっていうことに対して義務と責任というのが果たさなければならない少なくとも違法看板であったとしたならば説明責任は最低限果たさなければならないというのが一般の常識ではないかなというふうに思っているんですよ。 先ほど申しましたように暴力団の構成員とその暴力団が属している広域暴力団の組長なんかですね実質的に指揮監督権関係があるっていうふうに認められた裁判なんかも確かあったと思いますよね。そうすると岸田文雄がその看板を他人にまあ、他人というか事務所の関係者に任せていたとしたならばやはりそこにはね。 雇用関関係係とといううかか、えー、実質的なな監督関係があるっていうことは明らかなんですよね例えば給料なんか払ってるならまさしくそうですよねもしその人間が事務所,事務所の、えー、と責任者であったり秘書であったりとかってた単なるアルバイトじゃなかったとしたら余計その、えー、指揮監督関係は濃厚であると言わざるを得ないと思うんですよ。 やはりどう考えても説明責任を果たさなければならないというようなことが、まあ、私は言えると言えます考えるんですが皆さんどう考えるでしょうか例えば、ねえっと、裁判例なんかで言っても被用者例えばタクシーの運転手さんが交通事故を起こして、まあ、相手方に怪我を負わしたとか例えば交通上の紛争で、ね、相手を殴っちゃったとっいう場合には タクシーの運転手さんは当然捕まると思うんですけれども、じゃあその会社の、えー、責任者は全く罪がないかって言ったら、重大事件だったらやっぱり責任は問えますよね。普段からどういう管理していたんだって、あの運転手の注意、こういうことは気をつけなさいとかって注意しなかったのかっていうことは問題になると思うんですよ。じゃあね、例外として、じゃあこの、えー、と被業者、いわゆるタクシーの運転手さんがね、 非晩の日にたまたまタクシー会社のタクシーを運転して交通事故を起こしたとか交通上の紛争から相手を殴っちゃったとか殺しちゃったっていう場合には、えー、事業の執行につきって言えるかどうかっていうことが問題ですよね休みの日までそんなの面倒見ていられるかっていうことじゃないですかで実際にタクシーの業務に従事していたかそれとも非番でただ単にね 愛人と温泉旅行に行っていたのかっていうところは外見からは分からないじゃないですかしかしながら判例としてはこの場合も使用者責任は生じますっていう判例も出ていると思うんですよねとなると例えば岸田文雄の看板違法看板畑の中に看板があったとしてそこに置いちゃいけないっていうことは政治活動をやっているものだったら普通誰でも把握していることですよね知ってることなんですよ その場所でっていうのは事務所がなければだめだっていうことは明白に分かっているわけですからそうするとねじゃあ全くの調理師の人がねそこに看板を立てたっていうんだったらそれいや私製図活動じゃなくてあのお店の中華料理の宣伝をするために看板立てたんだっていうんだったらそれね屋外広告物条例とかなんとかで知らなかったっていうことはありえると思うんですよ。でも 岸田文雄という名前を変えた看板というのは政治活動用の看板ですからそれが政治活動に携わる者があるいは岸田文雄があるいは岸田文雄事務所の秘書がその内容も法律も知らなかったっていうことはやはり通用しないと思うんですよ。これはやっぱり不法行為に該当するんじゃないかなと思うんですが皆さんいかが思われますか でえー、とここで注意しなければならないのは、例えばね、使用者が、被用者、例えば岸田文雄が、もしその看板を事務所の人間、あるいは関係者に管理を委託していた、お願いしていた、って頼んでいたっていうならばね、その専任とかおよび看板の維持管理に対してですよ。 ちゃんと法律を守った設置方法にしなさいよっていう、えー、責任者としての監督について、えー、何らかの注意をしたとか指示をしていたとかっていうことが証明されなければならないんじゃないでしょうか。まあそれをね常日頃行っていて気をつけなさいよといった事実がかっかしかじかですよっていうふうなことをね裏切ってねあえて秘書なり例えば管理している人たちが えー、意図的にね、えーと、岸田文雄を貶めるためにね、それをやったっていうんだったら、それはね、やはりその人に罪があると思うんですよ。でも、おそらくそういうことっていうのは普通ないと思うんですよね。それとか、例えば、岸田文雄の看板を、岸田文雄って書いた看板をどこから盗んできて、勝手に自分でね、そういうところへわざと設置したとか言ったら、全くそれは、えー、四季監督権の岸田文雄の及ばないところですよね。でも 明確に雇用関係というか言わないかは別としてですよ、指揮監督権という関係にあることは否定できないんではないでしょうか、もし否定するんであるならば、ちゃんと公の場所に出て、それをしっかりと説明するっていう責任っていうのが、少なくとも国会議員、あるいは元外務大臣だって言うんだったらば、いや、これから総理大臣になっていくんだっていうならば、やはりそこら辺は、 ししっかりと説明なななければならない、ね、その上で、河合安理、河合克行の1億5000万うんぬんということを言うべきじゃないんでしょうか。自らの足元がそういうことを、えー、実質的にやっていてね、でそれでとにかく自分のことは知ったことんじゃねえって、ね、安理説明しろ、克行説明しろっていうのはね、ちょっと、えー、それは,、まあ、それはの説明しろっていうことはいいですよ。でもそういういことをす すること、する人物にふさわしいかって言ったら、ちょっと首をかしげるんじゃないかなって思うんですよね。だからみんな、岸田文雄は努量がないとかね、何やってんだ、岸田はって、今まで何やってきたんだっていうことになってくるわけですよ。だってそうでしょ、もっと数ヶ月も前に、この発言っていうのはするべきだったんじゃないんですか。もう当初からしっかりとした意思表示をしていないでね、のらりいくらりと他人顔をしていながら、 徐々に事実が明らかになってきて、もうこの、こんくらいだったら、ね、自分が口を開いてもいいだろうっていうね、木を見てね、やってる、要領よく他人の、えーね、他人の船に乗ってるっていうような感じであるならば、やはり総理大臣としての努力とかね政治家と、そもそも政治家としての努力に欠けるのかなっていうふうに私は思いますけど、皆さん、いかがでしょうか。 でまあ、別のものの見方なんですけど、例えばね、あのー、婚姻っていうのはあるじゃないですか、婚姻っていうのは、紙切れ一枚の世界ですよねで、離婚っていうのは紙切れ一枚のせ世界じゃないですか、届け出せばいいんじゃないかっていう、だ実態はどうだっていいんじゃないかっていうことですよね、法律上は。でも本当にそうなのかなっていうことを考えてみてください、皆さん。 で離婚するとね、民法上、和歌の他人ということになるでしょ、普通は。でも離婚により生じた効果がす、す婚姻か、婚姻により失、えー、と生じた効果がすべて失われるのが離婚ですよね。で、問題になってくるのは離婚の時の財産分与じゃないですか。まあ、やっぱりあの離婚したいのが一番の原因だろうけれども、もうあなたと一緒にいたくないっていうね。でもね だけれどもそれが一番だそれ満たされればあとはいいんじゃないのかっていうのは普通ですよね。でも、いやいや、何を言ってんだったら離婚したんだからちゃんと分け前くださいよっていうことが民法では争われてくるわけじゃないですか。で、多くのことはそういうことが逆に比重が多いわけじゃないですか。で、例えばね、じゃあ、あのー。 離婚の意思というのは離婚届を出す意思だというふうに一般的に考えられていますよね。で離婚の形態は様々ですよねで。離婚してもね、一緒に住んでいる人たちなんかいるんじゃないんですかでこれってでもおかしいですよね。離婚したのに一緒に住んでいったら偽装を離婚じゃないかというふうに疑われるじゃない疑いを持ちますよね、普通だったら。普通の人だったら、なんであなた方々一緒に住んでるのに離婚届出したんだって。 何の意味があるわけって普通の人は思いますよねで、それに対して婚姻の意思っていうのは一緒に住み生活を行っていくっていうことが必要とされているわけじゃないですか夫婦関係を設定する意思が必要だって思われてますよねだから例えば、えー、離婚はね、婚姻とは違うと考えられているんですよこれ明確に考え,た人、えー、考えてる人って普通はいないと思うんですよね でも実質的にはどういう運用が行われているかということを考えると、まああの、誰かに聞いてみると、弁護士さんなんか聞いてみるとよくわかるんじゃないですか。婚姻というのはね、携帯はほぼ一緒で、一緒に住み始め、夫婦としての生活を共にするということ、まあ、誰もはこれ、否定しませんよね、一致してますよね。ところが、離婚は婚姻とは違うって、ね、法律上は書類を提出するということは同じだけどね。 様々さまざまな形態があるっていうふうなことは、もう最近になると、特に頻繁にそういうのが例があるんじゃないかな、身近でそういう例があるっていうのを、えー、知ってる人も多いんじゃないかなと思うんですよ、以前よりね。離婚したのに一緒に暮らすと、で、一緒に漫才をやってる人たちなんかが、まあ、過去に、過去っていうか、いたようですけれども、まああの、芸能界にね、あの詳しい人は、そういう人も知ってるんじゃないんですか。 そうすると、離婚は違う形態があるんだなあっていうふうに認識できますよね。でもその人たちって逮捕されたんですかなんか法律にね、えー、違反したとかってって、違法行為を行ったって。で、離婚の意思と婚姻の意思は違うのではないかって。離婚は離婚届を出す意思が合致していれば認められるからのようですね。そうすると、例えば婚姻の場合、 よくあるんですけど、まあ、よくあるって、まあ、その昔から比べればなくなったと思いますけど、まあ、仕事をしたいから日本に来るとかね、えー、っと母国の家族を養うために日本,日本人妻になるんだみたいなね、ピザを取得するためで、で日本で仕事をするために結婚してない、まあ、結婚して好き,好き同士でもないし、結婚する意思もないのに、結婚届けでだけは出してね、別々のところに住んで、 奥さんはあのパブとかね風俗で働くこれはまずいですよねどう考えてもこれから結婚生活を一緒にしない外国人に婚姻届を出すっていうことは婚姻っていうのは普通言わないじゃないですかそういうことを考えてもえ形式っていうものの重要性ね届け出は出すけど じゃあ先ほどの岸田文雄の看板に戻ってみましょうか。岸田文雄という名前を書いた看板の設置のために届けを出は出すと。でも、その意思は政治公職選挙法を守ろうという意思はありませんよと。ね、ただ、方便のために、ただ町中に至るところにとにかく岸田文雄の写真と名前を1枚でも多く、1行でも多く。 えー、宣伝するためにやるんだって言ってたんだったら、本当に公職選挙法の趣旨っていうのが守られているか、あるいは守ろうとしているかっていうところに疑問がたどり着くわけなんですよ。そうするとね、本当に、えー、地域の人たちのために、あるいは国家のために、国民のために働こうとしているのかなっていうふうに、有権者としては非常に疑問に思うんですよね。 ですから、先ほど述べたように、やはり使用者責任、そして届け出の形式というものだけを満たしていればね、あとは知ったことじゃないっていうねえ現象、現実の運用方法ですか、法律の。県の選挙管理委員会としては、届け出の形式が整っていれば、受理しないわけにはいかないということなんですよね、それは当然でしょう。ただしこれって 欠陥のある法律と言わざるを得ないと私は思うんですよ。そこら辺はやっぱり実務面でも考えていかなければならないし、その法律の可視についても不作為じゃなくて、ちゃんと国会でね、議論をすべき内容なのではないかなというふうに私は思っておりますけど、皆さんいかがでしょうか。とということで今回岸田文雄の 畑の中に事務所のない看板を設置したということに対して、使用者責任というものについて、形式、届出の形式というものについてね、私たちはまあ違法、違法じゃない、またそんくらいいいだろうっていう、些細なことじゃないかっていうこと、いやいや、そうじゃない、重要なことなんだっていう、議論っていうことについてね、もうちょっと有権者がしっかりとね、 政治というものに注視して、そして、清、えー、き,き一票を投じていくところの、えー、参考にするべき問題じゃないかなと思って、問題提起の意味を込めて、えー、今回、動画を作成いたしました。以上で終了いたします。